今日は野志市長に松山城冬の陣坊ちゃん文学賞キャッシュレス決済についてお話を伺います。市長、今日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さて、松山城では例年好評の令和の大合戦松山城冬の陣が開催中です。はい、松山城冬の陣、今年で3回目になりますね。今年はですね、新型コロナのことがありますから感染予防対策を徹底して3月28日までやっておりますが、これからの3つのフィリップでご紹介をしていきます。まずリアル宝探し、松山城財宝伝説といいますが、3年目になりましたので松山城財宝伝説3です。どんなものかといいますと、宝の地図を手に入れていただいて、もうこれ無料ですよ、無料の宝の地図を手に入れていただいて、松山城お城を周遊しながら地図に描かれた謎を解読していくというものです。はい、パネルや宝箱を発見していただいて、キーワードを報告していただいたら松山城のオリジナルグッズをプレゼントするというものです。はい、時間はですね、朝の9時から夕方の5時半まで、受付は松山城の長者が鳴ると読みますが、ロープウェイやリフト降りたところですね。はい、あそこが長者が鳴ると言いますが、あそこで受付をしております。はい、続いて2つ目です。はい、2つ目のイベントがですね、こちらも3月28日日曜日までなんですが、巨大迷路、これで犬神行部の罠と言います。はい、犬神行部っていうのはですね、タヌキの妖怪なんですが、はい、800ヤダヌキ、808のタヌキを従えているという、えらいタヌキの妖怪なんですよ。はい、そのタヌキの妖怪犬神行部を探し出して、囚われた義明君、松山城の初代のお殿様は加藤義明公なんですが、キャラクターですね、はい、義明君を救出して出口を目指しますという巨大な迷路です。本格的ですよね。はい、こちらも感染対策を徹底してやってるんですけども、はい、大きさは約12メートルから15メートルのサイズで、なかなか大きいです。で、仕掛けが増えて前回よりも難易度がアップしています。脱出まではおよそ15分かかりますね。もう家族で楽しめるアトラクションとなっています。はい、場所は二の丸史跡庭園、朝9時から夕方5時まで。料金はですね、はい、二の丸史跡庭園の入園料、大人200円、子ども100円、もうそれで構いません。はい、という巨大メールですね。はい、では続いて3つ目です。はい、義明ミュージアムといいますね。はい、こちらはロープウェイの東雲口の駅舎の方でやっています。はい、朝の8時から夕方の5時半までですね。で、パネルの展示がありまして、はい、かっこいいですね。はい、でこちらにはですね、大迫力の賤ヶ岳の戦いのジオラマ展示ですね。はい、加藤義明公は、賤ヶ岳の戦いでこう名を上げていったんですね。そのジオラマの展示で、こちらの読み応え抜群の義明新聞ですが、はい、スポーツ新聞みたいになってますね。みたいですね。また絵もとっても素敵なので、すごく読みやすそうですよね。ですね。先ほど申し上げた賤ヶ岳七本槍のことで、はい、秀吉さんの方でね、戦うわけですけど、これで名を上げていった話題ですとか、はい、正木町、今の正木町からお城を移転してくるんですけども、うん、松山城築城開始ですとか、はい、そういった読み応え抜群の義明新聞となっています。初代城主加藤義明公のパネル、ジオラマ、イラストの展示や義明君との写真撮影、塗り絵コーナーなど、子どもから大人まで楽しめる義明ミュージアムとなっています。はい、それではイベントの映像をご覧ください。続いて坊ちゃん文学賞の話題です。
坊ちゃん文学賞の結果発表と表彰式が2月22日月曜日に行われました。はい、まず坊ちゃん文学賞についてご説明をいたします。松山市政100周年を機に昭和63年に作られたものですね。で、近代俳句の父正岡子規さんを松山は生み、そして明治の文豪である夏目漱石さんの小説坊ちゃんに描かれた町です。そういった松山の豊かな文学的な土壌を生かしていくものっていうですね、はい、で新しい青春文学を作り出す、また松山市の文化的なイメージを高めて全国に PR していく、その後17回33年にわたって継続してきました。はい、受賞後も活躍を続けている作家さんたちや人気作品を生み出してきました。まさに言葉と文学の町松山を全国に発信してきているこの坊ちゃん文学賞です。山下さん、実はですね、はい、全国が市政100周年を迎えたということで自治体主催の文学賞っていくつかできたんですが、ちょっとご応募が少なくてもうやめてしまったっていう文学賞もある中で、そうなんですね、もう大体ずっと1000点以上のご応募があるっていう、非常に評価の高い坊ちゃん文学賞だったんですが、はい、2年に1回だったんで15回30年を迎えた時にですね、ショートショート部門っていうのを設けました。はい、そしてぐっと増えてきて、16回前回で4センチ以内のショートショートに文学賞をリニューアルをしました。はい、これメリットとして気軽に書き始められて書く楽しみを感じやすくて世代を問わず参加できるという利点がありますね。はい、で今回が第17回でして応募総数はとうとう9318点、過去最高ですね。ここまで皆さんにご応募いただけるように本当におかげで伸びてきました。はいはい、どのように審査が行われたんでしょうか。はい、多くのご応募から一次審査二次審査で20作品に絞られて6つの作品が最終審査を通過しました。はい、その中から大賞が選ばれたわけです。大賞作品1点は角川発行のダヴィンチの4月号3月5日発売で全文掲載されています。はい、そして大賞1点佳作5点、合計6作品は松山市のホームページ3月上旬掲載予定で、こちらでご覧いただけます。はい、松山市のホームページで見ることができるというのが嬉しいですよね。はい、ぜひ読んでいただきたいと思います。はい、さあこのように決まりました。はい、気になる大賞です。大賞がですね、ペンネーム山猫県従業員黒猫さんのドリームダイバーという作品に決まりました。はい、コーチの方ですね。はい、諦めかけた夢、捨てきれない夢をダイバーが拾いに行くという物語ですね。審査委員長の、田丸正智さんからはアイデアが新しくてそれを生かした印象的な結末が見事でしたという好評をいただいていますね。大賞がこの山猫県従業員黒猫さんのドリームダイバーが大賞、そして佳作は神奈川県藤沢市の石原三日月さんの家の家で、そして神奈川県横浜市の下月東子さんの海辺のカプセル、そして森水陽一郎さんの象と暮らして、沖縄県石垣市の藤代幸恵さんハードルの係、そして愛媛県の小笠原ゆずさんの枕上げの夜が佳作に選ばれました。今回ですね、9318点のご応募と47都道府県すべてから、はい、そして全て海外は17の国と地域からご応募いただきました。本当に多くのご応募ありがとうございました。嬉しいですね。それでは表彰式の様子をご覧ください。では大賞は審査委員長の田丸さんに発表していただきます。それではお願いいたします。栄えある第17回坊ちゃん文学賞大賞作品は山猫県従業員黒猫さんのドリームダイバーに決定しました。おめでとうございます。おめでとうございます。山猫県従業員黒猫さん、おめでとうございます。正直すごく驚いています。今日も猫の日に大好きな猫の中でこのような賞をいただき本当にありがとうございます。もうこれを書き始めた当時作品作りにすごく悩んでいまして、書けば書くほども独りよがりのものになっていないか、これが本当に面白いのかというちょっと泥沼にはまり続ける日々で、
その中何を書こうかと考える、もういっそのこと自分に向けた自分自身の内容を書いたものを書こうと思い出し、もうそれで書き始めた結果、もうその不器用な姿と他人への憧れ、それに嫉妬する、もう自分自身の身のその醜さなどを漏らしました。書いてみるともう思った以上にこんな美しい姿の作品になるとは思ってませんでした。2つの夢、あるんですけど、寝て、見る方の夢に潜っていって、そして憧れの方の意味の夢を回収するというお話なんですけれども、まあ、そのアイデアがこれまでの夢物、ダイバー物みたいなところにはなかった、新しさを僕は感じて非常に面白かった。さらにそのアイデア提示して終わりではなくって、展開のさせ方、描き方っていうところが素晴らしかったなと思います。決定されましたので、これを称します。令和3年2月22日、松山市長の申し出、はい、こちらの賞状になります。おめでとうございます。おめでとうございます。最後にキャッシュレス決済の導入です。はい、3月1日からですね、キャッシュレス決済を導入いたします。やはり新型コロナのことがありますから、できるだけの接触、ね、感染リスクを減らしていこうという思いがあります。それで、支払い方法を多様化していって便利に利便性を高めていきたい、そんな大きな2つの思いがあります。で、窓口は市役所本館の1階の総合窓口と、市民サービスセンター富士グラン松山の、そして伊予鉄高島屋の市民サービスセンター、合計3箇所となっています。で、利用できるキャッシュレス決済の方法は22種類、はい、クレジットカードですとか電子マネーは交通系の IC カードも使いますね、うん、パスモとかね、はい、イコカとかね、スイカとか持っていらっしゃる方いらっしゃると思いますけども、こういう交通系の IC カードも使えます。で、コード決済も使えます。こういった利用できるキャッシュレス決済の方法22種類となっています。はい、では気になる対象なんですが、どういったものが対象となるんでしょうか。はい、こういった31種類の交付の手数料に対してこのキャッシュレス決済が使えるということになりますね。例えば代表的なもの、戸籍謄本の交付手数料とか、はい、住民票の写しの交付手数料など、こういった多いですね、31種類が対象となっています。そしてセミセルフレジも導入をいたしまして、現金で払っていただくときもこのセミセルフのレジで現金での受け渡し もうなしになるということで、このキャッシュレス決済とこのセミセルフレジ同時に導入するのは松山市中核市の中の一つなんですが、はい、人口20万人以上、中核市60市の中で初の取り組みということになります。素晴らしいですね。はい、ではここで支払いの方法についてご紹介します。よろしいでしょうか。はい、住民票の写し1通で料金300円になります。お支払い方法はいかがされますか。コード決済でお願いします。はい、かしこまりました。そうしましたらこちらにスマートフォンをかざしてください。レシートをお受け取りください。ありがとうございました。市長、とっても簡単に使えそうですね。やっぱ昔と違って今時だなっていう感じがしますね。はい、そうですね。重ねてになりますけども、やはり感染のリスクをできるだけ抑えていきたいっていうのと、より市民の皆様に便利にという思いです。さらに安心で便利な窓口を目指してまいります。市長、今日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。